北野コマンドールは日本の競争馬。名付け親はビート・タケシ。タケシの本名の姓、北野とタケシが2010年に受賞したフランス共和国政府が授与する芸術文化勲章の最高位、コマンドールを組み合わせて名付けられた。全員姉に2013年のフローラステークス、ローズステークスを勝ち、同年のジャパンカップと2015年の宝塚記念で日着の実績がある。 デニムルビーがいる。2015年2月12日、北海道阿弥町のノーザンファームで誕生。翌年のセレクトセール一歳場市場に上場され、ドリームファームによって一歳場ではこの日4番目の高値となる1億9千万円で落札された。一口場主法人、DMM バヌーシーから総額4億1、714万4、0円で募集された。立党の名門、 池江康史受給者に入級。DMM ドリームクラブの取締役、野本匠は以前から池江とプライベートで面識があり、クラブ立ち上げの構想にも賛同を得ていたことから予託が決まった。小隅が出やすい体質のためデビュー前の調整は、じっくりと時間をかけて行われた。12月23日の新馬戦でデビューし、超スローペースを中段から差し切って新馬勝ちを飾る。 しかし、ゴール前でうちに車行し、帰場していたクリストフルメールは、年明けから開催4日間の帰場停止となった。2戦目のスミレステークスでは調教の動きが、今一つだったこともあり、8等立ての3番人気に止まったが、後方からコーナーでめくりを決め、逃げ粘るケイティ・クレバーを3、4馬身かわして2分11秒、7の高度計で、デビューに連勝を果たす。 直線ではまたもうちに刺さる癖を見せたが、起乗した福永雄一は、それだけ伸びしろがあるということだし、左回りの方がさらにいいと思う。距離が伸びても大丈夫とコメントした。キャリア3戦目での挑戦となったサツキ賞では新たに、ミルコデムーロを安城に迎え、重賞初出走ながら3番人気に支持された。レースでは交渉面で最高峰まで下がり、3から4コーナーでは、 大外を回す苦しい展開となり、上がり3回最速体の34秒8を計測しながらも掲示板を確保するのがやっとだった。しかし、この年から東京優秀への優先出走権が5着までに拡大されており、6着グレールに花さ先着したことで優先出走権を獲得することができた。東京優秀に向けての調整中には、デビュー前に悩まされた小積が、 再び強く見られ、最終追い切りも当初予定のウッドから反路に切り替えるなど、陣営は調整に苦心。当日は引き続き安城ミルコデムーロで、馬体重はスミレステークスジと同じ 490kg となり、3枠5番という、うち枠もあり、単勝3番人気に支持される。しかし、き足がつかずに、後方追走となり、 直線でも伸びることなくワグネリアンの12着に終わった。同レース後、異常が見られたため検査を行ったところ右前足、朝屈ッ炎を発症したことが判明。1年以上の休養を余儀なくされ、復帰に向けて調整が続けられていたが、2020年6月に、再びクッケン炎を発症し現役を引退することになった。引退後は、イーストスタッドで、種ボバとなる。4戦2勝。 2から0から0から2、早走行距離 8.6km というキャリアであった。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。